い、始まりましたエキサイトシーズン5。はい、ということで埼玉県全域のホールを回ってパチプラ軍、ピーマート軍で陣地を取り合うといった内容になっております。本日私ピーマート TV 軍のジェフリーと申します。前回ジャグラーペカっても気づかなかったアサミンです。本日第3戦で回るところはこちら、埼玉県の北西部エリアとなっております。またまた罰ゲームがかかった、試合となっておりまして、私は前のシーズン4に続いて2回連続罰ゲームがかかった、試合に立たせていただけるということで非常にありがたいことですね。でただいまの、試合の状況なんでございますが、パチプラ軍が4、ピーマート軍が3ということで、今僕が罰ゲームに一歩近いという状況ですね。で、今回の、こちら、太田熊谷店さんでの実戦機種は新世紀エヴァンゲリオン命の鼓動となっております。では実戦ルールの方はこちら。はい、15分の実戦勝負でルールは勝った先に大当たりを引いた方が勝ちということになっております。まあ、今回のエヴァンゲリオンはボーナス誤算が軽いんでね、非常に当たりやすい機種なんで、15分以内に2人どちらかはねさすがに当たるんじゃないかと、思います。まあ、僕は罰ゲームを回避したいので、サクサクっと当てて、早く成績をねイーブンに戻したいと思います。では早速実戦の方を始めたいと思います。実戦終了。拍手する結果ね、結果は見ていただいた通りドローとなりましたね。はい、一応ですね、今回のドロー分は次戦に持ち越しということで、取られるともう罰ゲーム大手ぐらいやばい展開にね、そうですね、なっちゃうんでね、次ちょっと気合い入れていけないといけないですね。はい、はい、で今回、撮影させていただきました、太田熊谷店なんですけども、実はね入り口入ってすぐにですね、モンキーターンとかでよく見るあの競艇のボートがね、ドカーンってあるんですよ。休憩スペースはすごい広いですしね、あと後ろにお食事スペースもあるんでね、小腹が空いたらすぐにご飯が食べられるというホールになっております。では次ね、勝ったら2ポイントなんで、はい、頑張っていきましょう。取りますよ次は。では早速次のね実践ホールに行ってみたいと思います。はい、さあやってまいりました。第2戦目の地、実践ホールは埼玉県は東松山市にありますエスタディオ東松山店さんにただいまお邪魔しております。実践機種はホールで大人気のオス番長2と、なっております。番長2打ったことありますか？ちょっとだけ。ちょっとだけ。はい。ね。15分じゃね、
どうにもこうにもならない。前回引いたんですよ。あ、申し訳ないですね。もう前回引いた実績があるということで、はい、じゃあ引けるように頑張ります。では行ってきます。一応15分なんで、ね、本来はこういう短時間勝負にはまあ 120% 向かない機種、もうどこで当たるかが決まってますからね、これは。いいね。で、一応打ち始めた台が208ゲームからなんで、ちょうど、まあ、あっちっちなゾーンの手前ですね。まあもうガチンコですよ、やるからにはね。ね、いきなり前兆臭い感じと、あっつ、今多分内部降格中ですからね、これ絶対負けられんですよね。これで特訓か。ね、一応ゲーム数の期待も持てるタイミングところで、この特訓はそこそこ熱い。まだ待って、まだ待って。あー、一応チャンスアップパターン。おろろろろろ、熱い、熱いよ、熱いよ、あっちっちだよ。おいしょー、おいしょー、わっしょい、どないや、どないや言うもんじゃないけど、番長ボーナス、イエー、やったね、どっこいしょー、よいしょー、はい、実践終了。番長簡単、番長簡単。なんかちょっと自信がなくなってきましたエヴァが弾けなかったのに番長簡単に弾けちゃうっていうねまあそんなことはさておき、前回の分の引き継ぎもあるので、まずは熊谷市のポイント、はい、行っていただきます。で、今回こちら東松山市のポイント1点これでいただいて、 Dマート TV が5、パチプラさんが4ということで、まあ、これで一応 P マンの TV は、まあ、罰ゲームを若干回避できたということでね、今回実践させていただいた、スタジオ東松山店、まあ大きいホールさんで、はい、台との間の距離もすごいゆったりしてるので、非常に快適にね、遊戯ができると。で、あとはあのリラックススペース、休憩所がすごく広くて、漫画本のチョイスも非常にいいです。はい、じゃあ第3戦のホールに向かっていきます。はい、やってまいりました。第3戦目の舞台、埼玉県は川島町、代表の太田川島町店に来ております。実戦機種はモンスターハンターとなっております。 B マート TV が5、はい、パチプラ軍さんが4ということで、この一戦すっげー大事なんですよ。大事ですね。残り3戦なんで、映像が面白くなるためには僕が負けないといけない。負けてください。ね、負けれるもんなら簡単に負けたいですけどでは早速実戦の方行ってみたいと思います。のボーナスか、このベルのこぼしなんです。こぼしか成立するベルか、そんなことはどうでもいいか。当たっちゃう嬉しいけど
ます。はい、実践終了ということで、サクサクっと、レギュラーでしたが、ボーナスを僕が当ててしまいました。今回また、こちら、ピーマット TV 君が、川島町、こちらのポイントをゲットいたしました。はい、ゲットンということで、僕はもうこれで、罰ゲームはなくなったと。もしかして、でもあと2000?2000。で、また、ちょっと、まあ、カチカチになってドローになったらちょっとどうなるか分かんないですけどね。はい。はい。じゃあ今回ね、実践させていただきました、はい、こちら、太田川島店様ですね。店内はもちろん広くて、で、マッサージチェアもあったりね。ところですわ、本当に。で、あとは、ニスロコーナー。こちらが新しく増えたということで、お財布事情に合わせてね、遊ぶことができて、非常にいい仕組みだなと思います。最近になって新しく1円パチンコも増えたのでね、また、ニスロと同じように遊べるバリエーションが増えたんじゃないのかなと思います。では頑張りましょう、次も。頑張ります。はい、では早速第4戦の舞台の方へ移動したいと思います。はい、やってまいりました。第4戦目の舞台。今回は、諸山町代表のこちら、ナンバーワンエメラルドさんに、お邪魔しております。で、その第4戦目の実践騎士なんですけども、実践騎士は第3戦と同じモンスターハンターで、実践させていただきます。モンスターハンター簡単なんで。簡単です。簡単です。はい。なんで、サクッと引いちゃって、ね、第5戦やって、罰ゲームをちゃちゃっとやってもらってね、気持ちよく帰りたいなと思います。では、早速、第4戦目実践スタートしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。3戦に続いてモンスターハンターですね、実践していきましょうね。いきなりチェリー、まあいきなり強チェリーはないね。まあ万が一レア役、まあボーナスに非常に期待できる、例えば、強チェリーであったりチャンス目を引いてもフラグ判別はしないで実践していきたいと思います。すごいな、横の方とかもうすぐ4000枚ぐらい行く。まあモンスターハンターやっぱ一撃はすごいっすよね。短時間でも瞬発力すごいあるんで、ただ15分でその瞬発力を求めるのはまあ本当は良くない。終了で、なんか負けたけどよかった負けたけど、はい、はい、ちょっと悔しいけどね、完全勝利がなくなっちゃったんで。モハン簡単、モハン簡単でしょ。モハン簡単なんですよ。モハン簡単ですよ。はい、今回実践させていただいた、ナンバーワンエメラルドさんなんですけども、休憩スペースがここもまあ広いで、大きいテレビとあとはいろんな雑誌が置いてあってね、パチンコパチスロ以外でもそういうところでも非常に楽しめる、お店かなと思います。また海とジャグラーがね、まあ元気よかったです。すっげー盛り上がってたっす。というわけで、じゃあ第5戦、はい、次私勝っても同点ですか。いや同点ですよ、そりゃ。いやね今カンペが見えたんですけど、次の5戦目でもしパチプラ軍さんがビッグを引けばこれが2枚、レギュラーだったら、まあ、そのままで1枚でドローでサドンです、うん、でもし ART 機種で、ART だったら2ポイントですか。いいルールですね。いや確かに面白いけどさそれでやるんですよね。はい、
じゃあ早速第5戦の、実戦ホールへ向かいたいと思います。はい、やってまいりました。エキサイトシーズン5最終戦の舞台となります、入間市代表、こちらカラーズさんにただいまお邪魔しております。実戦機種が、今回はジャグラーシリーズとなります。特別ルールはパチプラさんの方がビッグを僕より先に引くと、はい、僕が負けになる。マーリ夫人レギュラーボーナスだった場合は、引き分けのサドンデスでなんと当たるまでもうデッドオアライブですよ。はい、では早速、エキサイトシーズン5最終戦実戦スタートしたいと思います。死ぬ気で引く。いや、結構こんなヒリヒリしたジャグラー初めてかもしれない。ただね、今回は今までと違って、うわ、ちょっと待って。光ってますよ。これでビッグだったらもう負け。ではあ、おわじらじらす、ね、もう一回もしできれば中押しでペカリ2画目とか出したかったけど、もうそんなこと言ってられない。おっしゃー、わーおっしゃー、いやー、わかりました。めっちゃくちゃ嬉しい。もうめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。今日の手を使おうとするとダメなのかもしれないですね。揃えます。やった。はい、実戦終了。やったやった。こんなにジャグラーで光らして嬉しかったことは今まで一度もないかもしれないです。めちゃくちゃ嬉しいです。サドンデス分の1ポイントを加算しまして、最終結果、P マート TP 軍が 1,2,3,4,5,6,7 ポイント、パチプラ軍の方が 1,2,3,4,5,6 ポイントということで、我々 P マート TP 軍の勝利でございます。拍手は僕一人だけですね。というわけで、今回実践させていただきました、こちらカラーズさんですね、1パチコーナー 0.5 パチ、あとは5スロコーナー、こちらがねすっごい盛り上がってたんです。あとはもうお客様同士がこう仲が良さそうというか、すごいアットホームな雰囲気で、まあ、気軽に来て楽しめるお店だなと思いました。さあ、今回罰ゲームはゴムパチでございます。これを口に加えて引っ張って顔にパチンとやるやつですね。口に加えて引っ張って顔にパチンとやるやつですね。口に加えて引っ張って顔にパチンとやるやつですね。本当すいません。お願いします。じゃあ引っ張りますね。絶対離しちゃダメですよ。やべえ、これめっちゃ怖いな絶対。いきます。じゃあ5秒前でいきます。5秒前、4 3、キーシェイクキーシェイクキーシェイク。ええ音しましたね今。絶対赤い赤い、で見て赤い、いや痛い。
本当にすいません。